じゃあ始まりました東部役チャンネル BGM は今井成樹です。よろしくお願いします。今年の生育状況のまとめが、大体こういろんな意見を聞いてですね入ってきましたんで簡単に説明させていただこうかなと。今年はですね清水白桃やね岡山夢白桃ですね、この辺の一部の園地で、まあ、4月ぐらいからねずっと言われてました、4月上旬の低温、それから花芽の充実の不良ですね、この辺が、要因と考えられる結実不良ですね、これが発生してね着火量がだいぶ減りました。清水がないぞ、花が落ちた花が落ちたってね結構みんな弱いね、言ってましたけどね。それでですねそれがね、5月の中旬から6月中旬ぐらいですね、これ今度一気にね温度が上がってきましてですね、満開後だいたい60日後ぐらいですね、4月の3日4日ぐらいが満開でしたかね、この赤岩で。で、満開60日後にはですね肥大が、ほぼ平年並みまで回復しました。であと清水白桃ではね角割れがね多かったですね、とりあえずで生理的落下は少なかったんですが、変形化が多かったっていう、結果が出てますね。であとは梅雨明け後ですね8月中旬、この辺がね高温で乾燥がほとんど7月の後半とか雨が降らなかったんで、で逆にね一方ねこれ8月の中旬から9月中旬ぐらいまで曇天続きましたね、これがちょっと問題になったんですけど、で、まあ、9月中旬から今度は10月の中旬まで高温乾燥傾向でしたね、もうほとんど雨がなかったです。でそれがね今度10月下旬から急激に気温が落ちてきました。それでねそういうまあ気候の変動とかもいろいろ加味しながら結実の安定、花芽を充実するためにどうすればいいか、まあね花芽っていうのはね前年の10月頃までに期間が形成される、もう今のもうこれ、ね、見てもらったら分かります、もうできてますよね、もう葉芽も花芽もね、もう来年のためにこれだけできてます。でこれ収穫後9月から10月になるんですけど、これの過乾燥ですね、は花期形成不全、これがね発生します。秋の光合成を促してですね、花芽の充実や耐寒性、次年度の、初期生育を旺盛にするため、冷後への施肥や葉面散布を活用してくださいよ。で、まあ、光合成が十分できてでんぷんが蓄積した枝はね凍熟してね低温に遭遇するとでんぷんが糖に変わり、そこで耐久性がアップしてくれるっていうねそういうデータも出てますので、でね、緑色とかね明るいね褐色の枝ですね、そういうのは花芽の充実不良、耐寒性の獲得が不十分、この色ですねこの辺がねこう赤くなってますよね、でこっちはちょっとこうまあ徒長枝じゃないですけどちょっと白っぽいですね、この辺をねしっかり見て、で開花期ですね、3月下旬から4月上旬になるんですけど、ここがね最も低温に弱い時期と言われてまして、約マイナス2度ここで当該が発生します。まあ、岡山の話で申し訳ないんですけど、はい、そんなわけでね大体の、今年の傾向を説明させていただいたんですけど、ちょっとね今年はやっぱりその当該っていうか芽がね、育たなかったっていうかのが多かったので、今年の反省を生かして来年はちょっと多めに芽を残して適来していきましょうっていう感じかな。であとねこっから、先ですね東美白チャンネル剪定ですね、こっから剪定とか適来とかそういう動画をまたどんどん配信していきたいと思いますので、またよかったらね見てやってください。じゃあ今日はそういうわけで以上です。どうもありがとうございました。